こんにちは、私ハゲ村のどか、中学2年生。アフリカに引っ越してきたら、わー大変、サバンナが病気にされてる。プリキュアになってお手当始めるよ。新番組ヒーリングッドプリキュア、2月2日日曜朝8時半スタート。うわー、生きてるって感じ。キリンです。はい、ということで今回はこの日本で起きた大人気ゲームにまつわるリアルで起きた事件や大騒動を4つほどご紹介していきたいと思うばかってきますぞー。では行くー。シャドーバース目つぶし事件。シャドーバースとは2016年6月に配信が開始されたスマホパソコン向けの大人気オンラインカードゲームです。そんなシャドーバースのゲーム大会においてプレイヤーが他のプレイヤーを傷つけるというとんでもない事件が発生してしまいます。その内容ですが、2018年8月に開催された大会で R かっこ仮名という名前で参加していた女性が対戦で悲惨な負け方をした腹いせに、なんと対戦相手の女性の両目に指を入れて怪我を負わせてしまったのです。最近のゲーム大会は目つき金的ありで戦った場合、最強の格闘技は何か、その一端がこのトーナメントでわかるとでも言うのでしょうか。その時会場は R の気候に騒然としていて、警察が駆けつけるまで女性は目をえぐられたまま身動きが取れなかったのだとか。それから被害に遭った女性はすぐに病院に運ばれ、加害者の R は警察に連行されました。幸い大事には至らなかったものの、被害者女性は痛みのあまりしばらく目を開くことができなかったらしく、 Twitter を使っての報告もボイスアプリで発信していたとのことで、当時のツイートによると、目をグリってやられてそれが 1,2 分続いた、痛くて目が開けられないなどと、まるで最大トーナメントでしのぎ交渉に紐切りを食らったとでも言わんばかりに事件や現在の状況について話しており、また初めての大会だったのに悲しい、もっといろんな人と話がしたかったと心境を語っていました。なお加害者は相手が理想的なプレイングをしたために怒りが爆発してしまったとのことですが、その後被害者女性は加害者及び加害者の親から謝罪をされて、慰謝料も支払われ和解という形で終わっているとのことです。モンスターストライク。モンスターストライク、通称モンストは、モンスターをおはじきのように弾いて敵に当てて遊ぶ大人気スマホゲーム風面白おはじきです。そんなモンストは2015年8月幕張メッセにてモンストフェスティバル2015というモンストユーザーを対象とした入場無料の初の大規模リアルイベントを開催しました。当時日本でもトップクラスの人気を誇っていたゲームのイベントというだけあって、開催前はかなりの盛り上がりを見せていたものの、いざ蓋を開けてみたところ、この後とんでもない事態に。イベント当日は真夏の猛暑日で、来場者が想定をはるかに超える人数となったことから、イベント会場に入れない人が大量に出てしまい、屋外にできた長蛇の列で長時間待たされ続け、炎天下にさらされ続けた来場者たちが熱中症などの体調不良を訴え、11人が救急搬送、救護室に86人が運び込まれるという事態になってしまいました。また列は会場最寄り駅まで伸び、列を形成するためのフェンスはぐちゃぐちゃに倒され、手荷物検査所にはゴミの山ができ、会場の自販機はすぐに全てが売り切れ、各地で喧嘩が頻発し、セミは鳴き、ひまわりは咲き誇り、カブトムシは爆睡し、そうめんは流れ、救急車のサイレンが鳴り響くという大混乱状態だったそうです。また列を整理するための運営スタッフも圧倒的に足りていなかったことから、事態を収拾することもできず、会場は無法地帯となっていたようです。後にモンストの運営会社であるミクシーの広報が公開したデータによると、来場者約5万4500人のうち、会場に入れなかった人数が約2万人いたとのことで、これだけの来場者数にもかかわらず運営スタッフの数は380人で、うち警備誘導スタッフはたったの50人だったそうです。これは警備誘導スタッフ1人当たり来場者数1000人を束ねる必要があったことから、警備員は全員武将だったかもしれません。そしてミクシーはイベント当日の夜に Twitter と公式ホームページにて謝罪文を掲載し、ゲーム内で使えるアイテムオーブ10個を追加プレゼント、星5キャラが必ずもらえる無料ガチャイベントの実施などを行っています。わーい、オーブ10個は嬉しいな。うわー、生きてるって感じ、キレてそうとでも言うと思ったのでしょうか。ソシャゲ業界は B 氏で何とかしようとしがち。すいません。
ポケモン GO メガトンパンチ事件。ポケモン GO とは2016年7月にリリースされた位置情報を活用することによりポケモンの捕獲、交換、バトルができるスマートフォン向けのゲーム風健康的マンポケです。老若男女問うことなく幅広い層から支持を集めているこのゲームの累計ダウンロード数は1億を突破しており、リリース当初の熱も凄まじいものでしたが、現在もなお一定数のファンたちに親しまれています。そんなポケモン GO の事件としては、車の運転中のプレイによるよそ見運転やプレイヤー同士の言い争いや殴り合い、セミの脱皮、朝顔の全滅、クワガタの交尾、冷やし中華解禁などが一時期テレビやネットニュースなどで頻繁に取り上げられていましたが、今回はその中でも印象的な一つの事件をご紹介していく。それは2009年2月愛知県で起きた暴力事件で、当時約50人のプレイヤーたちがポケスポットと呼ばれるゲーム内の特別なエリアとして指定されているホテルの前でポケモン GO をプレイしていたのですが、営業妨害であり他の人の通行の妨げになるとのことから、ホテルの関係者が警察に通報し、通報を受けて駆けつけたポケモンポリスの巡査はポケモン GO をプレイしている人たちに今すぐ立ち退くよう指示をしたそうです。その際ほとんどのプレイヤーは警察の指示に従い去っていったのですが、その中の一人の男は従うことなく居残り続け、挙句の果てには注意しようと近づいてきた警察にメガトンパンチを食らわせてしまったそうです。効果は抜群だったかどうかは、そして男はすぐに逮捕され、年齢は40代で自営業を自称しているポケモントレーナーだったことが判明しました。また調べに対し40代自営業のサトシは、お前のせいでポケモンをゲットできなかったぜ、手は出していないと身勝手な主張をした上で容疑を否認していたそうです。またこの日は伝説のポケモンラティアスが出現するイベントが行われていたため、この男はラティアスを捕まえられず、あまりの悔しさから苛立って暴行に及んでしまった、ある意味トレーナーの中のトレーナーだったのかもしれません。ソニーゲートキーパー問題。ゲートキーパー問題とは、2005年にソニー社内からのインターネット接続によって他社製品の誹謗中傷が行われ、これに付随してソニー製品の宣伝が書き込まれていることが複数のサイトで発覚したという結構リアルガチな問題になります。またゲートキーパーとは、ソニー社内からのインターネット接続に用いられる IP アドレス、レッドクリプレッションソニー .co.jp に由来しています。この問題が発覚したきっかけは、とあるゲームショップ店員のブログで PSP の初期不良に関する話題を取り上げたところ、批判コメントが殺到する事態になり、ブログは閉鎖に追い込まれたそうです。そしてこの時ブログの管理人が激怒し、批判コメントの IP アドレスを晒したところ、 DS はタッチパネルが汚れるので PSP を買うといったコメントをはじめ、グッドキーパーソニーハニューの IP アドレスによるコメントが数多く発見されたとのことです。これはソニーの社内ネットワークを利用できる何者かがソニーのネットワークを経営してコメントしていたということを意味していました。またこの IP アドレスで検索をかけたところ、この件以外にも複数の個人ブログや掲示板などといった他社競合製品の誹謗中傷を長期間にわたって投稿していたことや、その他ステマと思われるような書き込みなどが発覚し、2チャンネルなどによって情報が広まったことから大炎上する事態となり、当時の週刊誌やゲーム雑誌でもこの問題を批判する記事が掲載されています。また2000年頃から少人数ではとても行えない規模によるステルスマーケティングや世論操作と思われる書き込みがソニー社内からあったと見られていることから、当時のソニー内部にステルスマーケティング専門の部署が存在していたのではないかといった疑惑も上がる事態となりました。またこの問題によってゲートキーパーまたは JK という言葉は、ソニーの従業員またはソニー製品の熱心な愛好者を指すネットスラングとして定着することになりました。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見てゲームの話を聞いてたら心がすさんだので、プリキュアになってお手当て始めるよと思った方は高評価とチャンネル登録、 Twitter のフォローと、よければベルマークの通知登録もよろしくです。おいー、はい、ということでケンちゃんなんですけど、質問箱で鬼滅の刃の動画を出してください的な質問が何個かあったんで、ですけど、ですね、まあ僕も最初鬼滅の刃の
漫画単行本買った時は動画にしてやろうかなと思って、でするのにやっぱり一回読んどかないと意味わかんないから、とりあえず読もうと思って読み始めたら、まあ普通に面白かったんですけど、結局読み終えて気づいたんですよね。やっぱジャンプ派と単行本派とアニメ派がいるからなんか難しいってね思ったんですよね。僕は単行本派なんで、まあ、単行本派に合わせてあれしてもいいんですけど、ややこしいなっていう。アニメ派からすると多分単行本派に合わせるとネタバレになっちゃうし、ジャンプの最終話に合わせるのが一番、まあ再生数的にはいい気がするんですけど、前あのワンピースのなんか最新話を含めた動画みたいなの出した時に、なんかサムネでちょっとネタバレしちゃった時にちょっと見た人にちょっと怒られたみたいな感じで言われたことがあってですね、まあでも、まあ、それはちょっと僕もうっかりしてた部分があったんで、もう素直に土下座だったんですけど、まあだからネタバレにならないような、まあ内容、まあなんでしょうね、まあなんか全集中の呼吸10分間やってみたみたいな感じのとか、まああとサムネとタイトルだけ見てもネタバレにならない感じとかだったらいいかなと思います。まあ鬼滅の刃特化チャンネルとかだったらですね、まあバンバンそれもそういう見てる人も分かって多分チャンネル登録とかしてると思うんでありだと思うんですけど、僕の場合は特に鬼滅の刃チャンネルというわけではないんでっていう、まあそういうのもありつつという感じですかね。はい、ということでした。さよなら。